んにちは。こんにちは。こんばんは。デブデブボーイのひなりでーす。たくみです。はい。はい、今日はですね。いいよ。いいよ。ということで、ハーブスに行きたい。来た。ハーブスのミルクレープが食べたい。だから今回ハーブスのミルクレープに近づけようと思いまして、私の思い出せる限りのハーブスのどんなのだったかなっていうのを想像しながら材料を買いました。はいはい。なので食べた時にハーブスじゃんってなんなきゃおかしいということで、はい、もういっぱいいっぱいあるけど、まずは生地から作っていきましょうか。はい、レッツゴー。ということで今回使う材料がこちら。この時間つまんないでしょ。でなんか左の最近面白かった動画貼っとこう。これにワイプでちっちゃく左の動画、左が踊ってる動画貼っとくね。ここにこちらです。こちらです。ということでまず最初卵4つをボウルに入れて、砂糖も合わせて入れていきます。はい。で砂糖は大さじ1杯なので 15g 入れてください。おー、ナイス。ナイス。 15g で牛乳を半分だけ入れます。250です。250ですね。ゴー。ちなみにミルクレープ作りめちゃくちゃ楽しい。楽しいんだ。めちゃくちゃ楽しい。じゃあ混ぜてください。はい。じゃあ僕はその間に薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるいにかけていきます。ちなみにさ、はい、一番好きなさケーキは何？モンブランかな。モンブランなんだ。何系モンブラン？何系？ジュン和栗みたいなやつとさ、ヨーモンブランみたいなやつ。俺ジュンかな。和栗みたいな、和な、和っぽいやつ。和っぽい方です。入れる？え？めっちゃ不安な量なんだけど。やばい、キリ足りない。うわぁ、15g 足りない。これ何？これ薄力粉？薄力粉だよ。200じゃん。え？あ、間違えた。あぶねぇ。危なかった、ありがとう。じゃあいくね。そしてベーキングパウダーも振るから、混ぜすぎず軽く混ぜ合わせる程度って。あ、なんか美味しそう。ちょっと早っ。本当？ちなみに今回はバニラを用意してあります。次は残りの牛乳、バニラを用意入れる。で牛乳入れちゃいます。これちゃんと混ぜるやつよね。ダマになれないようにだけ入れようか。うん、いいよ、入れて。バニラオイル2滴ね。うん、これ振らないんだって。あ、そういうこと。こうやって待つんだって。へえー、っていうの聞いた。うわ。今虫だったね。いた。なに？ちょっと静かにして。あ、出てた出てた。今やります。ということでじゃあ塩ちょっとだけ入れて 2g なんで、まあこれくらいかな。ゴー。でこれをこします。ゴー。おー、すごい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 。いやー、楽しいね。楽しい。うん。これすごい。これの中にバターを入れます。はい。そしてこれが混ぜ終わったら冷蔵庫で30分から2時間待たせます。だから結構待ちが長い。はい、 OK。 はい、ということでこれで生地作りが完成しました。なのでこれをちょっと冷蔵庫で寝かせて、後で焼いてトッピングしてみたいな感じで作っていこうと思います。はい、はい、少々待ちを。2 hours later。 はい、ということでですね、はい、寝かせました。すっかり夜になってしまった。寝かしすぎたかもしれません。うん、じゃあ全裸監督言って。これからですね、夕方になってしまったんですけども、うん、生地を焼いてミルクレープ本体を作っていこうと思います。そうですね。はい、行きましょう。行きましょう。じゃあ一回ミルクレープ焼くから、じゃあ僕はフルーツを切ります。私的にフルーツは結構大事。大事よ、ね、分厚すぎるとこれは違うってなる。責任重大。素晴らしい。素晴らしい。行ってみます。行ってみようかどう。クレープ屋さんになりたかった時期があって、初めて原宿に行った時かな。すごい憧れて、私クレープ屋さんになりたいって思ったんだけど、その夢はいつしかなくなりましたね。軽やかにクレープを作るお姉さんに憧れた。これ分厚すぎたかも。もっと薄々がいいんだよね、多分きっと。ミスりました、1枚目。まあでも1枚目だからいいんだね、土台だから。そうだ、ちょっと分厚いぐらいがいいか。そうそうそう、ちょうどいいんじゃん。いや、楽しいな、これ。楽し
し、うん、途中で交換するっていうのがやるいいよ。えうまっ、めっちゃ上手じゃない、めちゃくちゃうまいやん。プロじゃない、プロって呼ぼう今日から。プロです。全然見ないじゃん、せっかくやった。めちゃくちゃ真剣だった。どう、あめっちゃいい、プロやん。プロって呼ぼう、プロです。早いプロ確定してからの動きが早い、動きが早い。めちゃくちゃこいつ優れたギュッてしすぎた、吸引された。え、なんかさっきから食べ過ぎじゃない？食べてないよ。食べてんじゃん。だってフルーツだ。いいよ。プロってるよ。なちゃん今日もプロってるよ。ありがとう。これクレープ屋さん開くな。二人でやる？ね。俺フルーツカットうまいし。いやクレープ作るのうまいし。どう？めっちゃうまい。激うま？激うま。サービス。なんかサービスばっかり。やばい山盛り。山盛りパーリない。山盛りパーリない。Let's go。パーリない山盛り。山盛りパーリない。山盛り。山盛りパーリない。山盛り。パーリない山盛り。山盛り。ポーリ。ポーリ。ブー、あー失敗。失敗だよ。山盛りポーリないやつ。ちょっと今一人だけ。ポーリない山盛りは。ポーリない山盛りギリセーフ。うん。なるほどね。山盛りポーリナイの人はもう山盛りポーリナイの方に連れてかれちゃってんの。うん、マジで美味しい。バナナってさ、なんか普通に食べると全然美味しいと思ってないのにさ、デザートに入ったり、あとバナナタルトとか、うん、本音発揮する。そう、え、びっくりするぐらいうまって思う。うまいよね、甘いよね。キャラメルバナナとか、バナナジュースとか。バナナの甘さのポテンシャルすごいよね。なんかそうなの、こう食べると違うんだよね。なんかうまくなりすぎてない？ちょっと。まあそうなんだよね。ちょっと開けすぎちゃうんだよね、これは。道が？うん。なんだ、このために生まれてきたんじゃないんだよなってきちゃってるもんな。早いな。そうなんだ。固定する？これ。世代交代が来た、カオルのクレープ屋さんの出番が。見ててください。やばい、こっちは足りてないよ。どうすか。はい、ということで、はい、クレープの生地と生クリームとカットフルーツたちが、あとこれは事前に用意してもらってたカスタードですね。僕が作りました昨日のうちに。準備が終わりました。おーい。ということで、はい、これから重ねて一点作ろうと思います。思います。スタートです。レッツゴー。よし。記念すべき1枚目。1枚目。後ろ映っちゃってね、いろいろ。はい。おー、綺麗じゃん。で、ここにですね、生クリームを。おー。レイヤー。よ、いちご。あ、でもすごい。普通にもうそんなできる。めっちゃ美味しそうな気してきた。ね。ゴールデンキュー。いいよ。おいいよ。意外と上手。意外と上手やめて。どれもに関してはちょっとプロかもしれないな。うん、プロだね。うん。オッケー。よし。最後お願いします。はい。テキ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 。ダンデーン。ということで、入刀します。しよう。いきまーす。ゴー。わー、いい。え、意外と切れるね。うん。え、めっちゃ美味しそう。カツ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 。いちごが出てきてしまいました。いちご運んでますね、これ。いちご運送業者ですよね、これ。あー、到着しました、無事に。バナナのお荷物、お届けしました。よし。よし。おおー、おいしそう。え、おいしそう。待って、めっちゃ綺麗、意外と。うわ、めっちゃ綺麗やん。めちゃくちゃおいしそう。どれがいい？どれがいい？これするか、これちっちゃい。はい、ということで、はい、やっと完成いたしました。
工程は多かった。そうだね。多分総時間で言ったらそんな超長いわけじゃないよね、多分。まあでも1時間半とか、うんうん、楽しかった。そうね、確か面白かった、ね、クレープ焼くのもミルクレープにしていくのも楽しかったです。ということで、じゃあ早速食べますか。食べましょう。あ、じゃあいただきましょう。はい、はい、せーの、いただきます。待って、めっちゃ豪華。どうぞ。いただきます。うん、あ、なんかミルクレープっていうかクレープじゃあちょっともちもちしてる。いただきます。あ、ほんとだね。やっぱちょっと分厚いのかな。うん、ただめっちゃいろんなフルーツ入ってる。豪華だ。豪華。すごいもんね、断面図。うん、もっと重くなきゃいけないんだね。うん、おなかしい。切れそうだもんね。うん、あ、でも美味しい。うん、うん、もちもちしてる分なんか厚みがあるからさ、ここもミルクレープより分厚さいらないのかね。確かにね。うん、はい、ということで、はい、今日はハーブスのミルクレープを作ろうという会でございました、いかがでしたでしょうか。いや、大変だったけど楽しかった、普通に、うんうん、思ったのは、層をもうちょっと少なくすれば、薄くすればいい、うんうん、っていうのはちょっと課題点ですね。そうね、なんかよりリアルなミルクレープを目指すためにはもっと薄い、お店のすごいなと思った、うん、じゃないといけないんだなっていうのと、これはこれでクレープとパンケーキの間みたいな。そうだね、なんか確かに確かに、そうそうそう、フルーツパンケーキ食べた後みたいな気持ちになれてそれはそれでなんかいいなって思った。そうね、あととにかくなんか今までのケーキを作る工程よりも一つ一つが楽しかった。ああ、そうね、うん、はい、ということで、はい、ハーブスでケーキを選ぶとき、いろいろ回って結局ミルクレープにしちゃうよと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。